茨城これ秋から1914年7月14日は日本陸軍の軍人。最終階級は陸軍中将。男爵。陽名は森之助。奇襲藩士、茨城東助の長男として生まれる。1871年、陸軍大員に任官。以後、不評第10番大隊取締り、大阪賃大不評第10番大隊長を経て、 1874年2月から翌月にかけて佐賀の乱に出生。1877年3月から10月にかけて、不評第10連隊長として、西南戦争に出生し奮戦した。不評第14連隊長、大阪陳大参謀長、参謀本部副官、の衛参謀長、陸軍と山学校長などを歴任し、1890年6月、 陸軍少将に進級。日清戦争には、不評第11旅団長として、1895年1月から12月にかけて出生した。戦後、第2軍司令部付として、金州行政長官、さらに占領地総督府民政部長、同総督府参謀長兼民政部長を務めた。不評第八旅団長を経て、1896年10月、 陸軍中将となった。第六師団長を務め、1900年4月、予備役に編入。日露戦争勃発に伴い召集を受け、1904年3月、留守第四師団長を1906年2月の召集解除まで務めた。1911年4月1日に、交尾役となる。1895年8月、男爵の爵位を受爵し家族となり、 1905年12月から1911年7月まで貴族院男爵議員に在任した。ありがとうございます。